Peggy 12. Hi everyone, I'm Pete Fabiano, producer on Shinsekai, and I'm joined here with... Hi, Shuichi Kawata. And he is not only the director, but he's actually also the art director on this project. So today what we're going to do is we're going to focus on discussing a bit about the art and the visuals of Shinsekai Into the Depths. So let me start by asking a couple of questions and we'll go right into it. Thanks for watching. では、そうですね、今回は一応ビジュアルフォーカスというふうにこう、はい、まあ、いろいろ話していきたいなと思うんですけれども、まあ、まずはその主人公、はい、結構独特な感じだと思うんですけれども、そうですね、はい、そういう、まあ、どういうところからこうインスピレーションとか、こういうものを作れば、まあ、どういうものを参考して考えたのかという話をできたらと思います。はい、日本には、まあ、いろんなね、あの埴輪とか土偶とかってあるんですけど、まあ、その土偶の遮光器土偶というものがありましてですね、そこら辺のイメージからちょっと持ってきたら面白いんじゃないかなっていうところで、まあ、もう結構ダイレクトにね、人間、主人公のヘルメットのデザインとしてそこの部分を取り込んでみましたね。やっぱね、そのスーツもね、こう、はい、やっぱ本物にこう基づいたものでもあり、はい、こうちょっとテイストを入れたりして、 SF 感を出したりとか、でちょっと何ですかね、普通にダイビングスーツっぽいっていうよりかは、どちらかというとなんか宇宙っていうニュアンスも匂わせるような配色であったりとか、スーツのいろんなところに入ってる模様とかを結構トラディショナルな感じさせるような、あのなんだろう、あの西洋的なっていうよりかはもう自分たち日本人っぽいさを出していってる感じでまとめていってます。そういえばそうですね、なんか漢字らしきなものも結構含まれてると思うんですけど、そうですね、漢字っていうのがもう僕が結構あのすごい形も面白いっていうのもあるんですけども、あのその読むものに対しての意味合いが、いろんな、一文字に対してあの複数の意味が込められたりするっていうのもあるんで、あのもし気になった文字とかを調べていってもらうと、あ、こういう意味もあるのかとかっていう風なので、ストーリー的なところの紐解いたりする部分のヒントにもなってたりとか、そういうところも結構配慮して入れてますね。そうですね、なんかタイトル自体もロゴとかも、はい、まあ、漢字っぽいところあるんですけど、はい、でなんていうんですかね、その言葉遊びでもあるんですね。あ、そうですね、はい、そういうふうにこうどういうふうに考えてこう、まあ、こういうタイトルがいいとか考えてますか。あ、そうですね、今回はもうとにかく最初から、まあ、深海っていうイメージがあったんで、うん、まあ、深海の中の深い海の中での世の中みたいな感じの意味がイメージがすごいあったので、その中での、まあ、世界っていう意味で深い世界ってことで、まあ、新世界っていう名前も入れたんですけども、まあ、そういう意味でも漢字では書くと深い海の世界なんですけど、まあ、よく多分、ね、あの分かると思うんですけども、新しい世界っていう意味でもあるっていうところで、あの含めてかなり、やっぱその最初こうプレイしていて、はい、すごいこう海の、はいはい、まあ、ワールドがこう、はい、そうですね、まあ、演じられるというか、普通にこう、普通の海中みたいな、そうですね、はい、で結構色どりとかも考えたと思うんですけど、はい、深いところまで行くと、はい、やっぱそのビジュアルが結構変わってくると思うんですけど、ね、はい、なんかこうそういうふうにこう考えて、どういうふうに考えてそういうふうに制作したのか。そうですね、まあ、一番最後に一番インパクトのある絵を持ってきたかったっていうのがあったので、はい、あのとにかくあの本当の最後の深海文明に達するまではあの小出しで買って、あのその自分のたち以外の文明もあったんだなっていうところを匂わせつつ、あの最後に一気に持ってくるっていうところをもう最初の初期段階からもうそれはしっかり持ってたので、それ以外までは意外とあの、まあ、深海海の中の ありそうなあのシチュエーションっていうのを並べて冒険していって、意外と、あ、普通に海の中で怖いなとか、うん、楽しいな、冒険感あるなっていうところを味わった上で、最後にこうガツッと持ってくるっていう風な構成をよく考えてました。でその文明のデザイン、はい、まあ、言うたら建築も、はい、まあ、どこから、まあ、インスピレーションもらったのか。まあ、あれに関しては半分手癖みたいなところもありますけど、ああいう形がよく好きだっていうのもありますし、はい、なんか、まあ、独特な雰囲気でも、あの、まあ、変に角張ってるっていうよりかは海の中なので、できるだけ流線形だったり、あと、まあ、3D モデルで表現するんで3次元的に面白い形だったりとか、あと何かそういう、まあ、生き物に捉えるような雰囲気で形を作ったりして、
でそれをさらにその SF 的な要素を入れて、まあ、メカに見せたりとか、そういうところで結構面白みを、だ普段あのやらなさそうな形から持ってくるっていうのは心がけました。最後に何かこう自分がこう言いたい、そのビジュアルに関して言いたいものとかあります？皆さんこういうふうに、まあ、やっぱその見て感じてほしいものがあれば、はい、あ、そうですね、まあ、特に今回はあれですね、あのアクアリウム感みたいな感じをすごく意識していたので、うんうん、まあ、その背景の配置設置だったりするので、まあ、あの自分たち の, あのなんだろう、気に入った場所に行って、あの、まあ、これサウンドも絡めてなんですけども、その気に入ったあの場所に行くことでその曲を聴きながら、まあ、眺めて景色を眺めてもらうとか、そういうのも意識してあの絵は作っていったりしました。ありがとうございます。 Well, thanks again guys、we hope you enjoyed the conversation and we're going to do this again, so we hope you、stay tuned for more. Take care and remember to play Shinsekai Into the Depths, and we hope you all enjoy it. Take care.